皆さん、お祈りしていきます。せーの、はい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 、あーよっしゃ行くぞ。はいはい、スマホ好きな子さん、歌って楽しんでいきましょう。ボイス本当はいつだって迷ってばかり、強がる君、夢は気まぐれ、へこむ時もある。遠くで見ていた道、歩き始めた希望を胸に未来見つめてる。
金獅子賞ハンパソダに任命されています。イエーイ。はい、そして2つ目は SDGs の15番陸の豊かさを守ろうという活動で群馬県の赤城山に植林活動をして森を育てています。そんな活動を群馬県から認めていただいて SDGs を皆さんにお伝えする環境 SDGs ファシリテーターとしても活動しています。イエーイ。そして3つ目はリサイクルファクターです。古株を集めて車椅子に交換し全部の市、県に3台寄贈することができました。はい、そして4つ目は群馬県の名産品や観光地の PR です。群馬のいちご、弥生姫や嬬恋高原キャベツ、温泉、そして世界遺産に登録されている富岡製糸場と姫産業遺産群の PR ソングなどを歌って群馬県の魅力は全国に発信しています。そんな活動を認められて赤城直はアイドルクラス群馬国士として皆さんご存知の中山鈴木さん、井森美幸さんと共に群馬県を盛り上げているアイドルグループです。皆さん今日はよろしく。